じゃあ龍ヶ島みそぎ配信第2弾やっていきますか。羽柴が僕に気があるからそう思うんだって。いやマジダリーなコラボ、マジ嫌いなやつと配信するのが一番苦痛だわ。リアル絶対とか言ってるけど、そんなこと絶対言わないですから、ね、絶対言わんしな。いないわ、いないから。現にね、普通に離れた場所いるんで全然一緒に行動しないし。待って、何いなくなった。なんか誰かに見られてる気がするな。え、来てよかった。ん？ハシバ。どうしました？ハシバ。ん？ハシバ。ハシバ。これね、ちょっと何ですか？何も見えないですけど。ちょっと仲悪いふりしよう。仲悪いふりしよう。OK です。はい。そろそろ夜です。やばい。寝ないと。夜っす。やばい。待って、変な音する。やめて。変な音する。しないっす。しないです。待って、何か見える。見えないです。何か見える。何も見えない。僕何か見える。何も見えてないです。僕何か見える。何も見えないです。あれ？どうしました？いや、なんか、うん、ベッドに入った途端さ、うん、なんかいたんだよね、目の前に。ね、これさ、ですね、ゾンビ。うん、全部取ったらなんかなるとかないよね。多分でもなんか、え、おかしくない？こっちです、リンさん。どこ？こっちっす、なんかこっちに続いてます。あ、肉が、うん、肉だ。ほんとだわ。あれ、なくなった。待って、はしばぞ、これつくぞ。なんかもっと時間かかると思ってます。なんだかんで。なんすか？どうしたんですか？後ろ。後ろ？後ろ。村人しかいないです。村人しかいないです。なんすか？え？いないですよ。あれ？これもうこのまま。すごい。やったぜ！やったぜ！私、下船してるんで、とりあえずベネチア行ってきた方がいいかもしれない。待って、やばい、いなくなった。どうした、どうしたんすか。何？牛乗せてる人いる。どういうこと？どういうこと？待って、これ僕振られたかもしれない。え、もうデート相手いる。振られた、まさか。はねるちゃん。はねるちゃん。まさか振られた。え、待って、彼氏いるんだけど。え、やばい、彼氏いるんだけど。え、なに、待って。やばいことしましたよ、今。え、見ちゃった。彼氏殺した。待って、これはつまりさ、うん、お前もこうなるで。お前もこの牛みたいになりたいんかっていう。さすがにそんなわけないですよ。でもなんか好きすぎるがゆえに殺しちゃったみたいなさ、事件とかあったりするじゃん。見て。待って。束縛の呪い。しかもハシバ、ちょっとこっち来て。その束縛の呪いが来たところで、それ見て。うん、なんか文字見ました。ちょっと僕
魔界育ちだから読めないんだよね。それなんて書いてある？そんな悪いことは書いてないですね。本当に？うん。僕読めないんだよね。そんな悪いことは書いてないんですけど、とりあえず閉めときましょうかドアね。あ、待って。どうしました？なんすか？ちょっと今ガチャしてるんですけど、どうしました？やばいやついる。なんすか？やばい。え？外来て。え？やばい。これこの世の終わり？これが地獄。待って、目が合った。え、何？やばい、目が合っちゃった。どうし、え、何？何何何何？うん、あ、え、飛んでる。ん？どっかに行っちゃった。あれ、何？飛んでる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 。なんで？ついにそういう力を手に入れてしまった。や、あれやってんな。あれは決めてんな。どういうこと何もしないで飛んでるだけっておかしくない？待って、しかも、え、高いところから落ちて死んだ。あんなに高く飛んで落ちて死んでる。おかしい。ハネルちゃん。そうそうそう、それそれそれが。ハネルちゃん。と、どうしました？ハネルちゃんが、ん？木の上からこっちを監視してる。消えた。あ、いた。見てる、こっち見てる。ハシバこっち見てる。どうしたんだろう。怒ってる？待って、水の中に。わっ、なんか構えた。矢を構えてる。矢をか、やばい。矢を構えて。出てた。なんか牢屋にいる人みたいな。これなんか牢屋にいる人を連想させるのは何なんだろう。なんでなんだろう。人がこの前に立ってるとそういう風な風に見えるみたいな、別ないはずなのに、なんでなんだろう。牢屋いるなこれ。人参でもいけるって言ってます。人参。待って、人参待って。やばいやばい。やばいやばいやばい。全部かられちゃう、これ。全部かられるな、これ。られますね、人参かられる。ちょ、やばいやばいやばい。やばい、全部人参から。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい、人参かられる。ちょっと人参全部かられたって。やばいやばいやばい。やばいぞ、これは。え、あ、待って、もしかして村人にあげてくれてるんじゃないですか。あ、かもしんない。うん、手伝ってくれてんのかもしれない。うん、あ、あ、もしかして、あ、渡してくれてる。あ、え、あ、優しい、優しい。え、びっくりした。ちょっとそういう疑いダメだよ。え、疑った、もしかしてハネルちゃんのこと。いや、疑ってないです。いや、疑ったよね。疑ってない。だってこれ人参全部刈られたとかっつってさ、人参全部刈られたって、その後に私すぐ、割とすぐ目に、あれ、もしかして村人にあげてくれてるんじゃないって言いましたよ。いや、僕もそう思ってたし。これ食べろってことですかね。いや、食べないとダメだよ、やっぱり。食べますかね、これ。やっぱそれもらったものをこうやって食べないといけないから。ちょ、それ焼いてある。ちょ、それ焼いてある。え、いただきます。あー、美味しい。あ、待って、こっちに待たせてきた。食べるべきです。先輩からいただいたもの食べない。生はな、ちょっと考えらんない。生はちょっとな。生はなんか言ってらんないですよ。でも今しかもお腹いっぱいだし。食べましたよ。お腹いっぱいだし。食べましたよ、私。お腹いっぱいだから。ほら、こうやってお腹を空かせるんだよって。あ、なるほどね。うん。
もう無理やりにでも口の中にねじ込もうとしてくれっていう解釈になっちゃうけど、これがお前の体の一部になるんだぞって、はあ、そういうことか、おっしゃってます。なるほどな、ダメージ受けたら減る。じゃあ足場殴って、え、いいんすか、うん、失礼します。はい、もっともっと、はい、これがはねるちゃんのためなんだ、もっと、はい、もっと、はい、もっとやれ、もっと痛めつけろ、はい、俺を、はい、よし、OKOK、 今の良くなかった、え、嘘、何、今の良くなかった、ちょっと喜んでまして、なんか喜んでるように聞こえちゃったかもしれない、そうじゃなかったとしても、え、嘘、あ、マジっす。お、リンさん、デートのお誘いじゃないですか、これそうだ、これデートのお誘いですよ、絶対絶対そうだよね絶対そうです、いってらっしゃい、なにこれ、地獄への扉みたいな、違う、いってらっしゃい、なんかどっかにでも今連れて行かれてる、なんかずっと海を、おい待って、なにここ、なになにここ、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 なに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 ここ、なにここ、なに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 、暗い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 、はねるちゃん、はねるちゃん、はねるちゃん、どうしました、どうしました、はねるちゃん、はね、待って待って待って、どうかなさいました、待って待って、死ぬ、え、死ぬ、え、で死ぬ、肉をずっと送られてる、待って、肉をずっと、ねえねえねえ、え、どうなさいました、どうなさいました、足場、え、やだ、僕はやだ、ここで最後だ、ここが僕の最後だ、え、あ、乗っていいんだ、いや、そういうことか、そういうことか、他の女の子と仲良くしてたらこういうことになるよっていうのを多分今僕分からされたわ、待って、頑張ってねっていう、何、メッセージが、どういうことですか、これは村人厳選を頑張ってねというシンプルなメッセージではなく、はい、生きることを頑張ってねっていう、これからいろんな試難が起こる、試練が起こるっていうことを予知してる、頑張ってね、うん、なのでは、いや違いますよ、そんな、なんでそんな勘ぐるんすか、そんなことないですよ、普通に村人厳選頑張ってねっていう先輩からのありがたい、ありがたい、あのお言葉ですよ、そうだよね、うん、そうだよね、うん、初めての子育て羽柴とやってんだけど、ほんとだ、わあ、本当だ、本当だ、待って、はねるちゃんコメントに頑張ってねって、あ、ほら村人厳選ですよ、やばい、最悪のタイミングで橋本子育てしてるとか最悪のタイミングだこれ、はねるちゃんまだいた、子育てですね、はねるちゃん、はい、はい、子育てしよう、はい、子育て、子育てタイムよこれは、はい、子育て、子育てございます、子育てのタイミングでねるちゃん、はねるちゃん絶対来るな。なんなんだろう。うん、待って、子供できてる。やったー。え、はねるちゃん、え、前の子供もはねるちゃんが産んでくれたよね。そうですね。子供をじっと見つめてるんだけど。はねるちゃん、子供を産むタイミングだけに来る。子供を産んで、うん、スッと去っていく。去っていくんですね、うん。子育て一緒にしたいですよね。そうだね。はねるちゃん、そうだね。橋場とじゃなくて、はねるちゃんと子育てしたいな。子育て一緒にしたいですよね。うんうん、やっぱ橋場と凛様に子供を産ませるわけにはいかないっつってさ、うん、このためだけに。来てるのかもしれない。てかはねるちゃんの 2.0 めちゃくちゃ可愛くなかった？え、わかる。でもリンさんなんか顔もいいけどなんか胸がなんちらかんちらってなんか結局胸なんだなって思ってでそれで見てみたら今日の事件簿でなんかねるちゃんの胸はまだ 2.0 じゃないみたいな感じのこと言っててあれあれって思いました。まあ、大きい声では言えないんですけどね。あれって思いましたね。あ、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 待って、自分の胸見てるこれ。自分の胸見て。待って、
これ自分の胸見てるぞ絶対。あれって思いましたね、ちょっとだけ。見られてる、なんかこっち見てる、こっち見てるんですけど、なんで？なんで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 ？あれはこう配信を盛り上げるために言ったジョークであって、あ、そうそう、はねるちゃんの胸がそんな 0.3 バージョン 0.3 とか、うん、あ、ですよね。そんな本気で言ってるわけない。あ、ですよね。うん、僕は別に胸が大きかろうかちっちゃかろうか関係ないから。うん。好きな気持ちには関係ないから。その通りですよ。寂しい目をしている。ねるちゃんいなくなっちゃったっす。